1944年9月8日、人民裁判所にかけられる本、ハッセルベルリンシャルロッテンブルクにある本ハッセルの記念碑、ウルリヒフォンハッセルは、ドイツの外交官。1944年7月20日のヒトラー、暗殺未遂事件に関与し、ローラント・フライスラーの人民法廷にかけられ、公主刑に処された。ドイツ帝国プロイセン王国ポンメルン州のアンクラムに、 プロイセン陸軍の貴族将校、ウルリヒフォンハッセルとその妻、マルガレーテの息子として生まれた。1899年にアビトゥーアに合格して、ギムナジウムを卒業。ローザンヌ大学やチュービンゲン大学で法律と経済学を学び、学生組合の活動も積極的に行った。ドイツ帝国植民地のチンタオシェやイギリスの首都ロンドンで過ごした時期もある。 1909年からドイツ外務省に勤務。1911年に海軍大臣アルフレート・フォン・ティルピッツ提督の娘イルゼ・フォン・ティルピッツと結婚。彼女との間に4人の子供を設けた。1911年にはイタリア王国ジェノバに副領事として派遣された。第一次世界大戦が始まるとドイツ軍に従軍し、1914年9月8日の マルヌ海戦で負傷した。その後、ギフフォン、ティルピッツ提督の下で彼の個人秘書として働き、後に彼の電気も書いている。戦後、1918年にドイツ国家人民党に入党した。また同年ドイツ外務省に復帰し、1930年代、初めまで働いた。ローマ、バルセロナ、コッペンハーゲン、ベオグラードなどの大使館や、 保主官に派遣され、1932年には、中イタリア大使となっている。1933年に、国家社会主義ドイツ労働者党の党首、アドルフ・ヒトラーが政権を掌握すると、本ハッセルもナチ党に入党した。彼は1937年に締結された日、独意防協協定に強く反対し、その代わりとして、ヨーロッパキリスト教社会の統合を待望していた。 1938年にブロンベルク非面事件の影響でイタリア大使を免ぜられローマからドイツに呼び戻された。ポーランド侵攻後には北欧のドイツへの恐怖を和らげるための施設団の団長となり北欧の国々を回った。一方、開戦後間もなくヒトラー打倒の計画に参加するようになった。フォンハッセルの主な働きはカールゲルデラーや ルートビヒベック退役上級大将を中心にした、保守的なハンヒトラー勢力と若い人物が多い、ハンヒトラー勢力、クライザウサークルの間の連絡役となることであった。この後数年にわたって、フォン・ハッセルは、中央経済会議の執行委員の立場を利用して、連合国の当局者とドイツでクーデターを起こした後に、ついての交渉に当たっていた。フォン・ハッセルは、ベックや、 ヨハネス・ポーピッツと共にクーデター後ドイツの政治機構について青写真を描いていた。クーデター後にはフォン・ハッセルは内相に就任する予定だった。しかし、1944年7月20日のクラウス・フォン・シュタウフェンベルク大佐によるヒトラー暗殺は未遂に終わり、それに続くクーデター作戦も失敗し、フォン・ハッセルは1944年7月29日に ゲシュタポによって逮捕された。9月8日にフライスラーの人民法廷にかけられ、死刑判決を受けた。同日のうちに、ベルリンのプレッツェン税刑務所において、公主刑に処された。ありがとうございます。